アキラブ県は中華人民共和国領年賞不振詩に位置する県。県内には中国で極めて少ない山勢が、アキラブ県と安気省渦要県に約2000人居住している。彼らは、金と戦った南宋の将軍、学費の末裔で、金との和平派の関心、深海の迫害から逃れるため、竹勢を山勢に改正したと伝わる。アキラブ県は、 両寧省西部に位置する。1902年、清朝により設置された。21鎮、一民族鎮、一教、一民族教を管轄する。アジゴーチンは、内モンゴル自治区に隣接した地域で、年間の降水量こそ300ミリメートルであるが、砂漠からの乾いた、季節風が強く吹き、年間蒸発量が2200ミ、mm、リメートルの乾燥した。 土地で砂漠化が70年前から始まり近年拡大の傾向にある。これは生活のために行う馬や羊の放牧がより白車をかけている。アジゴーチン全体の37%が砂漠化している。現在日本の無償援助により砂漠化した土地に防砂林を植樹している。また砂漠の中に原生林のオアシスが残されていて観光地となっている。 新陽市、不審市を結ぶ、新明高速道路が2007年10月10日、開通。新陽から途中、新陽環状高速道路と接続、不審市、明田県に至る。工事が並行して行われた鉄霊消毒、高速道路も連絡しており、全長8 6トル投資総額は27億円。全線4車線。 最高速度 100km。ありがとうございます。